活用です。リフォームの際、キッチンの壁面をどうするか悩ましいですよね。私はマグネットパネルを選択しました。今は便利なマグネット収納グッズがたくさんあります。今回はそれらをどのように使っているか紹介させていただく動画です。ここがちょっと不満っていうポイントもお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
はい、いかがでしたでしょうか。マグネットパネルは私に合ったシステム作りの肝になりました。一日のうちキッチンに立つ時間ってかなり長いですので、気分が上がる空間を作っていくことも大切だなって思います。以前の私は夕飯を作る前に前の日に使った食器を洗っているような状態だったんですが、今では毎日まさかのキッチンリセットをしています。これなんと2ヶ月続いています。人間変われば変わるものですね。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。皆様のリフォーム計画の一助になれば幸いです。